日本神奈川県横浜市鶴見区、やむきやむきは横浜市鶴見区の町名である。現行行政地名はやむき1丁目からやむき6丁目。住居表示実施済区域。郵便番号は230-0001。鶴見区の東北部、鶴見川の左岸地域に位置し、狭い川崎市域を挟んで多摩川にも近接する。鶴見区の北端であり、距離の上では、 北西の中心である、鶴見駅周辺よりも、川崎市の川崎駅に近い、沖石層からなる平地であり、海抜は2メートルから3メートル。北西に、高家崎町、西に鶴見川を挟んで、上末吉、下末吉、南に、元宮、知ってと接し、東側と北側は、川崎市幸区である。区域南部の国道1号沿いの地域は、 比較的大規模な工場から中小の工場、事業所が並び、他はほぼ住宅地となっている。南部線と品、鶴線の線路が区域を縦断している。特に校舎は新鶴見創車場の跡地を伴うもので、東側のやむき一丁目と、その他の地域の間は立教を通らなければ往来できない。16世紀末までは、玉川の河口は、 今より南にあり、矢吹きは玉川の下半に位置していた。このことは、地質的に、旧稼道や自然堤防が認められることのほか、災岸時の観音像が玉川を流れて、矢吹きの川岸に漂着したものであると伝わることからも、裏付けられる。大正の頃はほとんど農地であった。鶴見川と玉川に挟まれた良好な土地だったためで、ある。現在は町内に、 農地は存在しない。面積は以下の通りである。平安時代の頃までは、付近は東京湾に浮かぶ浮き巣の一つであったらしいが、山木で最も古い吉忠寺の創建が1240年であり、その頃までには開拓が進められ、現在につながる農村が成立していたとみられる。古くから武蔵国吉樹軍に属した。江戸時代には、 川崎漁やむき村と呼ばれ、時期や地域によって、天漁、寺漁、旗本漁のいずれかであった。二家漁用水の開通後はやむき村内にも水路が引かれて農業に利用された。明治維新にあたっては、1868年のうちには神奈川県に編入されたと推定される。その後の地方制度改革の下で、やむき村の行政区域は以下のような変遷を経た。 昭和になり、京浜工業地帯に、日本交換、朝日ガラス、味の素、東芝などの工場ができ、そこに勤める人たちが多く住むようになった。1927年に、南部鉄道が開業したことで、山吹駅、湿定駅を中心に、住宅地が広がっていった。1945年4月15日の川崎、鶴見空襲ではやむ駅や隣接する、 矢吹き電車区などに被害があった。現在矢吹き駅前に立つ楠の木の大木は、その際に焼けた南部鉄道開通記念時3本のうち1本だけが蘇生したものである。1951年に出版された林文子の小説、飯では当時の矢吹きが次のように描写されている。この小説は同年に映画化され、実際に 山む駅前などで撮影された映像が使われた。三千台が山む駅へ降りたのは9時頃であった。深海地の溝、川に沿った商店街で寂しい街並みではあったが割合住みいいところである。東京にも横浜にも近く街の周囲には工場が多かったので終戦後急速に商店街が開けた。林文子、飯戦後は 京浜工業地帯の発展と東京を一極集中の進展に伴って人口も増え、中小の工場、事業所と住宅が密集する地域となった。児童数が急増した横浜市立山木小学校は市内有数のマンモス校となり、1947年から15年ほどの間、二部授業制を取った。また、児童生徒数が多いため、1962年に、 創立した横浜市立矢向中学校は一校の小学校に一校の中学校が対応した。1968年に住居表示が実施され、矢向町は現在の矢向1丁目から6丁目となった。1995年、JR 横須賀線の線路を挟んだ隣の江ヶ崎町に横浜市立新鶴見小学校が創立され、矢向小学校の学区が分かれた。 この頃から中小の工場が移転した場所に大規模マンションの建設が進み人口はさらに大きく伸びた2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである私立小中学校に通う場合学区は以下の通りとなるが利用可能である川崎鶴見臨港バスの矢吹南町と 横浜市営バスの矢向きはほぼ同一にあるが、停留所の名称が異なる。ありがとうございます。